琵琶湖のほとり白ひげ神社にやってまいりました。白ひげ神社、なんかこっから見るとね、あのまるで広島の厳島神社宮島のように、あの湖面に浮かんだ鳥居があって、さらに向こう側にはあの琵琶湖の対岸が、もう本当に宮島から広島をこう望んでいるような景色のように、瀬戸内海のような景色のように見ることができます。いや僕初めて来たんですけど結構いいですね。で鳥居があるってことはこう白ひげ神社ありますね。あのかやぶきの屋根で結構良かったりなんかします。でこの周りの風景もこう今車でね、走ってきたんですけども、いらっしゃい、話の途中ですけど、この琵琶湖に沿って車をね運転してきたんですけど、なかなかいい景色の、あと湖岸に、バーベキュー施設、キャンプ施設なんかもあったりなんかして、とってもいいんじゃないかと。多分上にあるんでしょうね。静岡にも、浅間神社ありますけど、いくつもこう社があって、それが集まった神社のこうマーケット、ショッピングコンプレックスのようなね形態に日本の神社になってますけれども、いやそれを踏襲してて、素敵な神社でした。この後、今日は、琵琶湖のほとりを抜けて京都、大阪も抜けて、明日徳島の方、上陸ということになっております。行ってみよう。